せーの、ロード59舞台目前スペシャル生放送、篠の恵のお花見前夜祭。春が来た。いよいよ。いよいよよ。いや、そういうわけで始まりました。私柳バクト役の君沢祐樹です。お願いします。お願いします。はい。そして、篠の恵成山聖子役の前田誠司です。よろしくお願いします。前ちゃん。いよいよ。はい。そして篠の恵成大井町高室役の白又敦です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、篠の恵組桐宮優斗役の鮎川太陽です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして篠の恵組東堂しぐれ役の山本浩平です。よろしくお願いします。いや、いぶしぎ、いよいよいよ、いやこの5人でお届けしてまいりますよ皆さん、はい、よろしくお願いします。楽しんで皆さんもバシバシコメントしてください。ぜひお願いいたします。はい、はい、では説明させていただきます。ブッシュロードがお送りする新メディアミックスプロジェクト、ロード59新時代人気トーク。この番組はですね、ロード59の魅力や舞台に関する新情報、我々篠の恵によるトーク企画などなど盛りだくさんの内容でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー皆さん、篠の恵のメンバーで生放送するのは初だねって書いてます、はい、初めてですね。いや、そうですよ。今日はあの、ね、稽古終わりですからね、はい、そうですね。そうですよ、はい、今日はどんなシーンを稽古しましたか。いや、今日はもうクライマックスやったじゃないですか。バチバチの、バチバチに戦ってきたね。今言った瞬間、ね、内容言った瞬間で本当に怒られるからバチバチのね、はい、そうですね、はい、まあ、世間は今なかなかお花見できない状況ですが、まあ、実は桜を見ましたか。見ました、見ました、見ましたか。どうでしょう、今年の桜は。いや、綺麗でしたね、今年の桜もね。でも普通か。まあでも我々が今日咲かせる桜の前夜祭ですから、大いに盛り上げてまいりましょう。はい、それでは皆さんよろしくお願いします。ロード59舞台目前スペシャル生放送スタート。ロード59作品紹介。はい、改めてではありますが、ロード59とは一体どんな作品なのか、僕たちから簡単にご紹介をしたいと思います。はい、ロード59新時代人侠特区は、新時代の人侠ものをテーマにしたブシロード初の新メディアミックスプロジェクトで、仁義と呼ばれる親分から子分へ血の杯を交わすことによって受け継がれる特殊な力を持つ4つの組織の人侠者たちが互いの生き様をかけて抗争を繰り広げる物語となっております。昨年の12月に舞台第1弾が上演されまして、今年の4月15日より早くも舞台第2弾が上演開始予定です。はい、舞台第1弾のあらすじも振り返ってみましょう。国道59号線から続く眠らない町天海区、柳博人は死んだとされる父親からの手紙により天海区へ足を踏み入れる。天海区ではある少女をめぐって4つの組織が争いを続けており、博人は巻き込まれる形で少女と出会う。仁義と呼ばれる力を持つ組織に翻弄されながら、博人は少女と共に天海区と深く関わることになる。博人と少女、そして各組織の者たちが織りなす極道の世界とは。なんかもうこの5人であらすじ説明してるっていうのが新しすぎるよね。ちょっと待っていく、分割してね。あの、早めに誰か噛んでもらってもいいかな。ここでプロなんで噛む人はいないかも。ですよ、ね、あ、コメントもたくさん来てますよ。なんかいい声書いてますか。バクトさんとか言ってましたよ。本当言ってましたか。はい、じゃあ誰か最初に噛んだ人の名前を皆さんあのコメントで連打してください。そんな吊るし上げあります。先にしぐれって書いてもらってもいいですか。一緒に楽しんでもらえたらと思います。はいはい、そして続きまして、舞台第2弾に登場するキャラクターとキャストをご紹介いたしましょう。はい、こちらまずは、はい、我らが篠の恵ですよ皆さん。はい、
いや、かっこいいね、みんな。そうだね、これあれ、なんか他の、そのなんかロードの番組とかでまだ、ゆうと、あ、ゆうとじゃねえや、ゆうきくんが入ってないし、ののめぐみがいつも出てたから、そうですね、それこそあのね、かやも入ってなかったじゃないですか。そうか、こうやってなんかパッて見るとなんか新鮮ですね。そうなんですよ、この第2弾からいよいよ我々2人はファミリーというか、になりましたね。嬉しい。いやー、なんかあっちゃんの金髪ってやっぱちょっと笑うよね、なんか。確かに。本当に、いや、ゆうきさんよく話しましたけど、外国人のキッズみたいなんですよ、本当に。そうスケボーはこれスーツ着てるから成立してますけど、うん、もしラフな格好してたらマジスケボー持ってたら本当に子供っすよ。あれだよね、ホームアローンの子役の方が大きくなった時。確かに。いや、そんなシーンもあるかもしれないですね、今回はね。そうですね。あるんですか、スケボーあったか。ゆうとに至ってはね、本当髪の毛が桜色ですからね。そうですよ。あ、そう、お、そういうこと？そういうこと？あの桜のあの繊維で染めました。染め物？染め物だ。そんな古風なやり方。いやでもね、まえちゃんがね、髪やっぱ短髪っていうのもね、なかなかこう。確かに。ね、まあまあまあ、もう今も短いですけどね。もう今短いからあれですよね。もうなんかあんま被る意義というか。あ、ビートね。あ、確かに確かに。でも。あの、中でやっちゃう、ウィッグなしでいきます、セットで。あの、僕の髪質だとあの全然あの持たないので。持たないです。すぐへたっちゃうんで、へたってなっちゃう、軟弱なんで、本当ウィッグに頼らせていただきます。はい、面白いですね。ありがたいです、結局のところ。さあ、続いてのチーム参りましょう。はい、こちらどうぞ。はい、白露組です。いやー、またこれはまた個性の強いねえ、なんか気になるキャラありますか、皆さん。いやでもなんか 和ですよね、和の方いますよね。確かにね、和テイストですね。もう昔ながらの本当にヤクザ、はい、人気者だっていう感じですけども、やっぱ砂川修也くんがね、今回映像出演ですけども、はい、なかなか本当にいい、この愛されキャラというか、そうだ ね癒されるよね。かなみさんもそうですよね、映像出演で。あ、そうですか、ね、でも嬉しいですよね、こうやって映像出演でもこう絡めて、うん、そうなんですよ、うん、でロード59の場合は映像のクオリティが半端ないですから、うん、ただの映像出演じゃない。確かに、うん、それもね、今回楽しみにしてほしいなと思います、はい、さあ次のチーム参りましょう。黒女だ。出ました。出たよ。悪いかもしれない。悪いな。悪いな。もう飛ばしてください。これ飛ばしてください。気分悪いです。気分悪いですね。好きなくせに。好きなくせに。でも、ね、前回、まあ、第1弾でこう殺されたヒイラギ姉妹がね、そうなんですよ、いるっていうのが、さあどういう帰り方をしてくるのか、はい、ね、きっとね、もう皆さん出ないと思ってたかもしれませんが、いやいや、そこはロードの世界観は奥が深いですから、きっとね、いろんなトラウマがあると思います。はい、なるほど。どうしたどうしたの、またぶつかる。あの、ネタバレするのが怖いとかじゃないんだよ。大丈夫か。これどこまで考えるの、はい、まあ、でも第一弾とかね、カズオメのなんか人気とかもやっぱすごかったじゃないですか。そうですね、あ、なんかそういうのもね、なんか第二弾も楽しめるんじゃないかっていうのもありますね、はいはいはい、でもあらすじにあった通りの構想はあるんで、はい、黒城組との戦い もおそらくあるんじゃないかなと、うん、あ、なるほどね、あるんじゃないかな、また強い人と戦うんですか。あるかは分からないけど、分からないかもしれない。なんかみんな今日脅されてますか。大丈夫ですか。大丈夫ですよね。みんなギリギリ攻めてます。怒られるラインかどうかの、このコンテンツ続けていきたいんで。いや、そうです。そこが一番ない。やっぱね、届け続けていかなきゃいけないんで。いや、楽しいですね、はい、はい、そしていよいよこの組が登場いたします、ね、お願いします、はい、フェニックス。いや、満を持してリーダーベネディクト・ロレンソ・バザーリ、そうですね、ベネちゃん登場ですよ。おー、こう、いよいよ、みんなあの銀髪っぽい色。確かに確かに。あ、高橋さん、こっち側じゃね。あれあれあれ、そういう、あ、まさか、だからさ、あれですよ、だからほら、詐欺師の役だからみんな嘘ついてるかもしれない。いや、わかんない、もしかしたらありえますよ、マジで、ね、憧れかもしれない。憧れ、憧れてんの。いや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 、そういうことですか。まあ確かにおやすさんも銀髪ですから。そうですね。だからそこもなんですけど、はい、結局、はいはい、イリーナがいる、うんうん、そうなんですよ、ね、確かに確かに。前回死んでしまったイリーナがなぜ、うん、なぜいるのか、それを果たして死んでしまったか、そうはまだ見てもらわないとね、はい、分からないところでございます。そして今回初登場のマリア様ね。マリア様、ね、マリア様、なんか3人なのにキャラ濃いっすね、ここは。すごいっすよ、本当に。そうですね、シスター服に眼帯に、そうね、眼帯なかなかの金髪ですごいな。すごいですよね、なんか海賊と本当聖職者が合体したみたいな。海賊って発想なかった。、ね、確かに。
いやこれもどんな描き方がされるのか、はい、いや個人的には本当青井翔太君のもうベネちゃんの弾けっぷりに僕は期待してますよ。いや、はい、いやそうですよ ね、 ねコメントでもね来てますねいろいろ、はい、マリアがマリアがみんな可愛いだとか、いやいや全員女性みたい、美しい美しい、あ確かに美しい、美しい、いやね、いやきっとここと戦うことになるかもしれませんが、はい、じゃあというわけで次行ってまいりましょうか。はい、はい、そんなロード59の舞台第2弾摩天楼夜桜構想はですね4月15日よりカート神奈川、芸術劇場ホールにて開催されます。先日あらすじも公開されましたのでそちらも見ていきましょう。かつて絶滅した桜の木がこの町には今も残っている。東京湾に浮かぶ摩天楼天海区欲望を渦巻くこの町では4つの勢力が地下に眠るヤマタノオロチの首とその封印を解く鍵となる篠の恵の娘カヤをめぐる構想を続けていた、うん、そんな中天海区に偽札が出回り篠の恵の島にも影響が出始める。柳博人と大井町隆久は偽札の件に大井町の詐欺時代の仲間であった一条という男が関わっているという情報をつかむ。取引現場に現れた一条は過去のことは水に流し共に仕事をしないかと大井町に持ちかける。偽札事件の裏ではフェニックスの日本支部リーダーベネリクトは協力者であるマリア・ベルナールに当の昔に絶滅した桜を咲かせる計画を打ち明ける。その頃白老組の氷室鈴鹿は財政難である組のために姉の氷室静香に静香って俺静香って言ったね、氷室静香に黙って裏カジノへ乗り込もうとしていた。一方黒城組の住村木健生はフェニックスのベネディクトとの過去の商談の様子を黒金和臣に話す。次第にそれぞれの勢力は天海区に狂い咲く桜の下に集結していくということです。はい、なるほど。噛みましたね。あ、今コメントが荒れて、あ、渋谷さん噛みましたって、そう、荒れてますね。終わりますね。ありがとう。いや、どうでもいい。いや、ありがとうございます。いや、今回このだから桜というのが一個キーワードなんですよね。そうですね。いやこれはね、見てもらったら分かると思います。荒れてますよ、まだコメント。終わりですよ。本当ですよ、もう終わりですよ、もう簡単って書いてありますよ。みんなあらすじ入りました、大丈夫ですか。しぐれさん以外入ってませんよね、頭の中に、うん、読んで読んで、ちゃんとホームページ、しぐれさんホームページ読んでいい誘導。いや、本当に ねみんなでこうやってあらすじ読むっていいっすね、でもね、いいっすね、読める第2弾になったということで、この桜の描き方がとってもおしゃれで、うん、ちょっとそう捉えたかというちょっとね、見方もするので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思いますが、はい、現在ただいま我々稽古中でございます、はい、ネタバレにならない範囲で皆さんここからはちょっと楽しんでいろいろ喋れたらなと思います。ちゃんと米印読みましたね。米印読んでますね。そうですね、はい、僕第3弾からいない可能性ありますからね。主演主演で今回はちょっと風の噂で来ましたけど大井町さんが大活躍をするかもしれない、うん、ということですが、はい、どうですか、いいんですか、活躍して、え、活躍していいんですか。いや、だからこれなんか爆弾振ってるみたいな感じですね。怖すぎて。いや、でもそのまあさっき自分がねあらすじで説明しましたけど、そうですよね、結局一条っていう男がね、うん、出てくるんですけど、はい、詐欺時代の仲間ということで、まあ、ね、ここが自分とどう関わってくるかっていうのが最大の見どころというか、うん、いや、なかなか稽古場で見ててもあのシーンは、あ、いいな、大人でかっこいいなっていうの、うん、なんかただ今までふざけてきた高橋さんとちょっと違う一面が僕は見れるんじゃないかなって思ったり、うん、思わなかったり、うん、思わなかったり見せれるように頑張っていきたいと。あ、なるほどね、日々追っておりますが、その決意の髪型ですね、今日、なるほど。その結果も全部髪上げちゃいましたね。そう、そしてユートやしぐれさんの過去に触れる部分もあるんではと、うん、そうですね、しぐれさんの過去ではやっぱりズボンが破けたりとか第一弾の過去でそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、ストーリーの方ね。あ、ストーリーの方か。そうそうそう、びっくりするわ、振らないですよね。でもまあ、ゆうとはあのね、施設育ちっていうような、あの、うん、裏設定をおりますので、あのそこが、まあ、どういう過去、その施設でどういった経緯があったのかとか、うん、そういうのが本番の中ではあの明らかになるというか、
なるほど、明らかにならないかもしれないですけど、いや何かを恐れてる、何かを何かがどっちに転んでもいいふうにしちゃうんですいやこれね本当にね、だから僕たちが今いただいている本とか聞いてお話のその先まできっといろんな方々が考えてくださってるんで、 うっかり言ってたことが本当に合ってたりとかする可能性ありますよね。そうですね、確かに確かに、そうなんですよ。しぐれさんはどうなんですか。まあ、しぐれさんはちょっとまあ年齢が上じゃないですか、はいはいはい、まあ、その辺がやっぱりこうみんなと違って、まあ、いろいろね、そうそう、まあ、家族があるんじゃないかっていう、あ確かね、そうですね、そういうのがちょろっと見える部分があるかなっていう、また別の家族愛みたいな形が、そうそうそう、確かにロードっていうのはいろんな形の愛がね、区民に対する愛とはまた別の、ね、愛があるかもしれないっていうのがあったりしますかね。楽しみですね。またズボン破れてほしいって言ってるあれ奇跡だからね、できるもんじゃないですか、最終日本当に面白かったで横でこらえるのどんだけ辛かったか本当に袋組みんなこんなになってましたね。こらえてなかったです僕ら俺らこらえてなかったです俺らこらえてなかったそうですね。そして聖護は大井町に前は消えてましたけど、はい、仲良くなれるのか、仲良く、どうですかね、うん、いやだからあれなんですって、その聖護ちゃんは、うん、なんだお前なんだお前って言ってるけど、結局いやいやいやもう好きなうちだから好きなんだ、そういうこと、そうなのそうなの、ちゃんナイスだろ、そうだったよ、DJ がこうぐらいそのドラムね、誰が踊るんだやらせかあそうですね、まあね、まあ相変わらずな感じでもありますけども、うんうんうん、まあそれ以前にまずはね、はい、あの同じ組のね仲間なので、うんうん、まあそのあたりはね、まあ、お二人ともわきまえてるんじゃないかなと思いつつ、うんうん、まあどういった関係性に今後もねなっていくのか、お楽しみにしていただければなと思いますよ、はいはい、そうですね、まあ僕もこうやってあの篠宮組にね一緒に入らせていただいて、でかやちゃんも入ってきて、うん、でこういうみんなの大所帯で一緒にやるっていうのが今回初めてなんで、うん、確かにすごいな、喋ってない時もこうリアクションがみんな結構あったりして、それがねすごい楽しいですよね、うん、やっててね、確かにそうですね、結構ちょっと楽しいですよね、いや楽しい、すっごい楽しい、ね、今回その、まあ、新しいキャストもそうですけど、まあ、前回ねベネディクトも、うん、あの映像出演でしたけれど、そうです、今回いますんでマジモンが来ますから、うん、めちゃくちゃ本当にやっぱりこうなんだろう、いい人というか、いや本当に、うん、ねえ、あの翔ちゃんは前あの映像出演とはいえもう持ってきましたからね、あの瞬間、いやすごかった、インパクトがすごかったね、なんというかこう舞台なんだけど映像っていう手法も撮ったことによって奥行き2倍になった作品にロード59がなったなってすごい思ってて、今回は本当に3次元になったあのフェニックスがどう我々が対峙するか、ね、3次元になりましたね、はい、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います、はいはい、さあここで舞台第2弾のチケット情報をお知らせしたいと思います、はい、舞台ロード59新時代任侠特区摩天楼夜桜構想はただいまチケット一般発売中です。はい、さらにこの放送をご覧の方限定の特典付きロード59お花見前夜祭スペシャル放送記念チケット受付の実施が決定をいたしました。はい、このスライドまたは本番組配信ページの配信画面の下、動画説明欄に記載の専用 URL よりチケットをご購入いただいた方には公演当日本日の出演者5人のキャストビジュアルを使用したポストカードを特典としてお渡しいたします。はい、受付の席種はオロチシート、神技シートどちらでも可能です。お申し込みは先着順のため予定枚数に達し次第受付終了となりますので、ぜひお早めにお願いいたします。はい、詳細は公式サイトの方をぜひチェックしてくださいね。ポストカードにはキャストビジュアルの写真が使用されたデザインとなってますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、以上ロード59の作品紹介でした。はい、続きましてはロード59舞台第1弾こぼれ話のコーナ ー, おーい、はい、いよいよ4月の15日から舞台第1弾、名前書かれちゃいますよ、ちゃんとやめようよ僕今日あれだ、1人行ったから安心しなくてよかった揺れちゃった、俺2番手だからね、仲間ができたよ、しぐれさんありがとうございます4月の15日から舞台第2弾が上演開始となりますが、その前に舞台第1弾について篠宮組のみんなで語っていないということで、このコーナーで熱く語ってしまおうと思います。
まずは舞台第1弾のブルーレイ映像から我々の活躍したシーンの一部をまとめた映像が用意されているということで、ぜひ見ていきましょう。どうぞ。見たい。おこれ最初はね、なんだじいさん、いつの間にやがったの。お前さん、よそ者かい。よそ者って言えばよそ者だ。ここへは何しに来た。なんかはずい。なんでそんなこと教えなきゃなんないんだよ。それもそうだ。ぐらいになるんですか、大体。そうなるね、大体。天界中に牛の数ほど役者が湧いてやがるな。うわ、懐かしい。あ、何や兄ちゃん、あんまヤクザ舐めとったらあかんで、おら。うわ、かっこいい。やめてください、本当に。助けてください。何の話だ。私、殺されそうなんです。あ、沖の稲葉や。物騒な町だよね、本当。あんたのせいだからな。そこ動くんじゃねえぞ。かっこいいな。そこ動くんじゃねえぞって。うわ、懐かしいな。また半年。お、聖子ちゃん。あ、大井町。大井町と。さすが志野の恵み切っても雑用処理が仕事が早いね。てめえ最後止めないでくださいよ。今日こそ俺はこいつの気持ちはわかるが後にしとけ。いや後からでもダメでしょ。こんなシーンあったな、うん、あったね。なんか改めて見ると恥ずかしいな。いや恥ずかしいですね。恥ずかしい。みんな照れてちょっと黙るっていう。恥ずかしいですね。変なこと言えないね、自分が出た時に。お、かっこいい。聖子ちゃん、聖子ちゃん、これ何テイクぐらいしたっけ。じゃあね、これあれなんですよね、ウィッグだからちょっと眼鏡がうまく刺さんなくて。そうだ、メガネ問題やってましたね。ちょっと手こずりました。あ、見えた。あ、出た出た、伝説の。あ、出た。似合うね、ピンクが。でも分かれよ。ムシロード背負うとくっすよ。あんなに雑に扱ってるの。ムシロード背負ってるの。背負ってる、背負ってるのか雑に扱ってるのか分かんない。いや、背負ってる。背負ってる。背負ってるわ。おお、蹴った。おぉ、いった。スナちゃん、かっこいい。2人ともでかいんだよな。うわ、かっけぇ。おっ、しぐれさん。うわ、出た、しぐれさん。色っぽい。色っぽい。これまだ破けてないやつだね。縫い終わったと。縫い終わったと。破った後じゃねえか、それ。衣装さん、大変だったんですか。いいシーンだからね。いいね、この抜け感。互いさの。坊ちゃんにはまだ早い。だって俺やといつも変なとこにいるよね。違う違う、変なシーン出てるよね。戦うのはあっち。お、出た。あ、分身の術だ。しぐれさん、こんな戦ってたんですね。おいおい、年寄りに戦わせる気が。いやいや、まだまだ現役じゃないですか。かっけー。調子こきよ。かっけー。よく映像たわな。すげえな。いや、すげえな、やっぱロード。もうズーマが気になりすぎて俺は。あ、来た。おー、すごいっすね、やっぱこれ。こんななってたんだ。初めてした。自分で見れないっすね。そう、見れないから。もう5センチでもずれたらぶっ殺すって言われてたから。生まれながらにして神器の力ってのを持ってんだよ。行くぜ、帰れ。はい。おら、大井町の背中が。かっこいいね。あっという間に見れちゃった。嬉しいですね、こうやって見れるのは。ちょっと恥ずかしいですけど、どうだったですかね、皆さん。コメントとか出てますか。いや、かっこいいとか。お、一人一人が魅力的すぎます。背中ハート。ドラマでよくない、これ。じゃあドラマにしましょう、武将さん。お願いします。お願いします。いや、でもちょっと思ったんですよね、あんなに舞台中のね、来てくださった方分かると思うんですけど、映像が素晴らしいんだったらマジでドラマ撮れ
るんじゃないか説、うん、取れますよこれ取れます説よね取れますよ、ね、いつから撮影入りますか前向きに検討ということで、ね、どんくらい必要ですかね確かにそうですね撮影期間1ヶ月キープ俺スケジュール行ってもらわないと1週間でいけるからいけそうドラマですよねいやみんなも稽古場の対応力がすごいからいやだって今も稽古場でね今日も稽古してたんですけどどんどん台本が良変されてね改変していく中でみんなパッと段取り覚えてアイデア出してやってますから、うん、すごいす本当に、ね、なんかできそうな気がしますよ ね、うん、なんかね無限の可能性をなんかこの篠の恵み の、 このみんなの雰囲気がもうできてるから、うん、確かにあのねもう形になったのはすごく早かったし、うん、プラスなんかこうしてこうあしてこうっつってなどこう例えばえって入れたりとか、うん、何々さんっつってやったりとか、うん、なんかどんどんそういったなんかオリジナリティがね、うん、確かに入ってってなんかより良くなっていってんじゃないかなって、うん確かに、はい、なんか稽古中にこの人すごいなとは思った話とかこの人こうだなみたいな思った話とかありますか？なんかいやもうやっぱキミちゃんのアクションとかすごいなと思うよ。いやとんでもないですもう。もうよく動くなと思う。いや本当にね。キレですよね。そう。いやもうなんかねいや前12月させていただいてちょっと悔しかったんですよ。やっぱり前も結構動いたっすけどなんかもっとやりたいって欲がこの年になって出てきましてですね神を目指す男なんでちょっと第2弾はさらにちょっと上を目指したいっていうアクションを、今回挑戦してますんでぜひ楽しみにしてほしいですけどもでも僕はあれですけどねその篠の恵みの皆さんがシンプルにすごいなと思ってて、うんうん、どうその台本のまあ結構な変更があった時にまあそうですね、うん、まあみんな、まあ、1回目持ってて、うん、ああやっぱみんな持つよなと、うん、安心するじゃないですか僕、うんで2回目ちょじゃあもう1回返そうかって時に全員持ってないそう確かに俺だけ持っててめちゃくちゃ気まずくなってみんなそんなすぐ覚えられる基本なんかみんな覚えの早い早い早い確かにすごいなって思いました確かにで朝来たら大体あの稽古場のね机に確かに頭にありましたって本これ今から5分後やりますみたいなそんな平気でありますかほとんどなんかね、うん、あの知らないことばっか書いてあるからしかも割と見にくいっすよねそう割と上に書いてあったり下に書いてあったり横に書いてあったりなんかこう見逃すところが、ね、あってちゃんと確かめないなかなかでもここまで良くするためにそういうことをやるとこってないから、はい、それで意味では潔いっすよ ね、 すねアイディア出しても OK だしいやそれで良くなるならね、ね、そこね、やってる方も楽しいですよねそうですよ、ねなんか共演者同士でちょっと聞いてみたいこととか何かありますか、はい、逆に皆さん今今日しのめチーム集まってますが、うん、お互いここはこう思ってるんだよとかなちょっとあれどうなのみたいなあったりしますか劇中の中の話ですかあ今でも何でもいいですよ何でもいいですよえあれしぐれさんかありますかしぐれさんに聞くしぐれさんでもすげえあったかく見守ってるからもうみんな仲良くしてたらいいなと思います見てるんだよ、ね、いつもなんか皆さんが逆に見てくださってる方が聞きたいことあったらぜひコメントにね、ちょっと入れていただいても大丈夫ですし、はい、あの監視されてるんで僕たちそう何を言っていいか今考えながらギリギリの内容で、はいはい、トーク内容考えてもよかったのに笑いだよね確かにだよねここすごいなとかここ大丈夫かなとかなんかしぐれさん素敵監視されてあそうそうちょっとタイムラグがあるんであそれぞれ、はい、あでもこれそれぞれのチームでここは負けないというチームワークの部分がありますか篠の恵みのチームワークいやでもめちゃめちゃ呼吸はいいでしょう呼吸あるよね確かにだしやっぱその、うん、行き詰まったというかちょっとうってなった瞬間に全員すぐに言えるから関係者として、うん、誰もその持ち帰ってそうだねどうにかするとかじゃなくて、うん、もう全員で一緒に解決しましょうよ全員の問題だしっていうふうにやっぱそうやれる空気感、篠の目のなんだろう、オープンだよね、うん、すごい確かにすごい、みんなはっきりしてるからすごくこう居心地はいいですよね、そうやっぱさんがいつもこう、うん、なんだろう、なんかこう、まあ、未残数とか、なんか直しとかをした後に、うん、他なんかみんな聞きたいこととか質問あるって言った時に、うん、結構そこでパパって出て、すぐ解決しますもんね、うん、そうなんだね、全てが、うん、そうだからこう、なんかフラストレーションたまらずに次のシーンとか次の日に稽古行けるから、うん、それはなんかすごくいいなって思いますいやすごいいいよね、うん、で結構みんながこうやっぱ自分のことは、まあ、もちろん考えるのは当たり前ででもちゃんと周りのことを考えて出し引きするのがすっごい5人もいるのに、うん、もっとね本当は多いし聞いてるし、うん、あれがすごい僕はやってていやかっこいいなこの人たちって思うんですよね確かに、うん、なんかちゃんとパスを出せる集団というか、うんうん
なんかそこがすごく東雲くんのねいいとこかもしれないですね。確かに。はい。はい。他もいっぱいありますよ。一回だけ演じてみたい他のキャラ。あ、演じてみたい他のキャラ。演じてみたい他のキャラ。ありますか。アンソニー。アンソニー。そこ？見たいかもしれない。あれですよ、アンソニーめちゃくちゃアクションいきますよ。あ、じゃあやめとく。またズボン破けちゃう。やめてよ。しぐれさんの夢を折らないでよ。誰だろうな。ある？太陽くん。え、僕っすか。僕誰だろう。でも言うたらスメラギ先生ですかね。あ、ちょっとあできそう。なんかああいうキャラクターっていいっすよね。なんか謎めいていて、でかつなんかこうなんか嫌な感じだけれど、なんか今後紐解いていったらなんかいいやつなんじゃないかなっていう希望がちょっとある。はい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 、はい、っていうのがねありますね。なるほどね。はい。高橋さんは？やってみたい役でいくと、僕はあのあれです、性別の垣根を越えていくと。いいな、かや、かやとか、かやとかが面白いと思うんですよね、シンプルに。ちょっとわかる。あのやっぱりその、うん、あの世界に振り回されてる人っていう、かやちゃんはね、唯一の人間というか、うん、そういう意味ではすごく面白そうだなっていう。あ、なるほどね。いや、面白いね。どう？僕は生まれ変わっても聖子がやりたいです。おー、なんだなんだ、みんなもうチャンネル消してください。止めて、一回止めて。そろそろ上げちゃったよ。そろそろ落ちるかなと思って。そうですね、うん、僕でももうちょっとあの、まあ、スナイパーもかっこいいんですけど、動く役もやりたいですね。戦える役とか。あ、そうね、確かに。そのうちでもあのスナイパーライフ使ってこう近接戦闘とかしそうだけど、ね、あ、確かに。そうですね、前回もね少しやりますけど、ね、なんだろう。でもねちょっと俺ね、高橋さんが言った気持ち分かるんだよね。性別の垣根を越えるんだったらカヤか、あと俺意外とあの前登場されたの街の女を実はしてみたいっていうか。意外っすね。一人で天界空をもう背負ってる存在じゃないですか。まあ、そこの象徴というか巻き込まれる象徴でもあるし、うん、まあ、希望の象徴にもなって最後描いてるし、うん、なんか一人でその街の色を出せるっていうのはなんか結構いい役なんじゃないかなって思いましたけどね。あれですね。やりたい。オロチやりたいです。オロチ。オロチ役。オロチ。いや、僕はちょっと絶対面白いなと思った。言ったよ。じゃあまやちゃんのオロチまで3。おお、やめてやめて。はいはいはい、本当に配信、配信終わり、配信終わり、サーバーダンスから配信終わり。もう本当にもう本当にこれゾウでしょ。怖いな怖いな。あの急に振られたのが面白いですね。いや、今日あったんですよ、稽古場で。あの僕ね、本当ね、いや、ミスター君沢さんの前でやるの本当ね、稽古場であのちょっと小道具の関係で5分くださいってあのね、小道具さんが言った時にボソッと、じゃあ5分誰がつなぐ？ボソッと言うのは本当ダメっすよ、あれ。あれ全員が無視したよね。全員が無視。全員無視したと思う。そうだったんだ。怖すぎた。そういうことができるのがいいよな、このゲーム。さあもう5分ぐらい時間ありますから、なんか。いや、ありますか？なんかさっき質問で、もし自分が女性だった場合、どのキャラクターと付き合いたい？あ、面白い。面白い。女性だった場合。自分が女性だった場合。男性のね、付き合うんだったらこのキャラだなっていう。いや、俺パッと浮かんじゃった、悔しい今。え、しぐれさん。お、そう。ほんと、なんか優しそう。あのすごくあったかい、広い目の優しさでこう包んでくれてそうな。こっちが自由に好き勝手やっててもいいんだよ。確かにね、言っといてみたいな。使えたら。いや、しぐれさんも女には厳しいんじゃねえか。厳しいんだ。その感じで厳しいんだ。めっちゃ。なんか僕はしぐれさんがいいかな。なるほど。ありますか、皆さん、誰と付き合う。もし自分が女性だったら。でも俺は自分かな、ユウトかな。おー。なんか楽しそうだと思う。確かにね。優しそうだし。優しいし楽しいし、なんか悪いとこあんま、ね、見つかないね、ユウト。しかもスタイルもいいし。確かに。強いから守ってくれる、そうだし。そうだね。かな、他は。黒亀さん。あー、行くね、行くね。そこじゃないですか。マジで。マジで。食事中多分一言も喋んないよ。黒亀さんずっと食べてるこうやって。でもたまに見せる優しさが。
風あの視界よみたいな。これはあれか確かあれはやばかった。あれはもう爆上がりでしたね、好感度。わかる。俺下手にいたんだけど袖、あ本番中下手がふーってなってたもん。あれはいいわ。確かに。かっこいい。ユウトはすぐブシロード振って守ってくれるって書いてある。そんなやつ実際いたら結構やばいやつだ。どうですか。まあ俺はもうショーかな、ショー。あーショーも確かに優しそう。絶対優しいな。ちょっとでもお姉さんたちが怖そうだから。あ、確かにね、お姉さんと妹がね。だからあれですよね、え、何この女とかいうタイプのお姉さんかもしれないところですか。いやいや、お姉さんが沈ねえでしょ。沈ねえと妹が鈴鹿ちゃんだから、はい、まあ、そこはちょっとネックだけど、まあショーは優しそうじゃん。やっぱ確かに絶対ショーは優しいです、うん、女の気持ちが分かる、うん、なんかもしれないですね。そうそう、なんか良さそうな、はい、なるほどね、うん、いや僕は自分でやっててあれですけど、大井町か、うん、篠恵組だったら大井町か、多分聖子ちゃんだと思いますよね。ああ、それは分からなくはない。いや、シンプルに大井町は多分、まあ、もちろんそのちょっと嘘つきの部分もあると思うんですよ、うん、ただ、なんか楽しそう、その嘘が。ああ、なるほどね。最低な嘘はつかなそう。なんかそうか、そうか、そういう相手に対して。なるほどね。でも怒られないようにさ、心読んでさ。なんかあのスレッと逃げそうだよね。だから逆に傷つくことはないかもしれない、自分。確かに、ね、女の子だったら全部分かってくれてるから。なるほど。でもなんかそんな高橋さんがやっぱこうパッとくれる本当の言葉とかすげえ嬉しいかも。確かに、うん、と思います。で逆に聖子ちゃんは、うんうん、あの厳しさがあるからこそ、うん、なんか自分女の子側がちょっとなんかだらけてても、うん、しっかり矯正してくれそう。それはあれなんじゃないか、優しくね、うん、ああなるほどね。てかなんやかんや言って世話してくれそう。そう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 、なんやかんや見てくれそう。常識人だよね、聖子はね。また服散らかしてみたいな。そうそう、おかんや自分で。おかんや、実家のおかんやそれ。確かに。あ、いいですね、確かに。そうそっか、バクトは出てこないんだ。バクトね、大変よ、やっぱり。いや、バクトだからな。ちょっとツンケンしてますもん。もうなんか、家に帰ったらニャンニャン言うかもしれないよ。疲れたニャンとか言って。バクトがいいなって言いますよ。気を使わせてしまったみんなに。でも自由奔放すぎて会えなそう。いやでも俺も嫌だよ、俺が男だったらバクと付き合うのなんか大変そう。いやいや、でもなんか、まあ、男同士だったら最高のお友達になるんじゃないかなみたいな感じがしますけども。いや皆さんはね、どんな人がいいのか、そんなのも楽しみにぜひ来てほしいなと思いますが、はい、あ、チーム東雲で一番頼りになる人は誰ですか。いや、それはもうみんなでしょ、お互い。でもキミちゃんかな、俺は。いやいや、そんな。もう全力で、うん、まあ、もちろんみんなそうだけど、うん、あ、確かに。バクトだよ。本当に引っ張ってってる感じは、うん、僕はすごくある。なんかあれさ、みんなが言いづらいことをパーンって言えるタイプ、うん、確かに、うん、だから。いや、僕ね、もう決めてるんですよ、今回は。もうそんな質問飛んできたから言いますけど、もうロード59の現場だけは、あの結果みんなでいい思いできたら、別に俺嫌われても何やってもいいと思って。嫌いになる人いないですよ、本当に。あの良くなることだけを、みんながとみんなで楽しくなれることだけを考えてます、うん、正直。じゃあ俺が楽しいんで。ええ男やな。そうだから、それは。いや俺は本当みんなでこの5人で武道館に立つまで頑張りたいなと思って。確かにね。ちなみにあのソファのシーンどうやって作ったんですかって書いてありましたよ。ソファのシーン、あの前の前回の、あアドリブ、はいはい、あれね、途中から増えたよね、本。そうですよね、最初固定でいこうってしてましたもんね。まあ、あれもともと、これ話していいのかな、シーンが別だったもんね。そうですね、はい、そうそう、あれを合わせたやってるから。そうそうそう、大改造して。そう、でもみんなのアドリブってどうやって打ち合わせしてたんですか、いつも違う。あれ俺たちはもう振られて、はい、ね、じゃあここアドリブでお願いします。ゆうさんにここじゃあなんかちょっと時間つなぐおのを一個なんかやってよみたいなのが来て、そんな無茶振りが来たの。そうそうそう、ちょうどクリスマスシーズンとかだったんで、なんかそういうのもあってもいいかなみたいな話もね、うん、あったりとかしたんで。ありましたね。そう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 、だソファーをガッてやったらここにメリークリスマスって書いてあって言ってた。そんなありましたね。そんな案とか提示したんですけど、やってんな。そっち入りたかった。こっちはこっちでな、白狼チームであのサイレントでボケてたからずっと。ああ。そう、砂川翔也くんがそのしずる姉さんを、あ、静香姉さんをこう盛り上げるためにサイレントでボケるっていう。ああ、そうなんだ。
感じ。全然そっちの方見えない。そう見えないからね。そうそう見たいんだよね。でもリンゴがこう行ったり、あの飛行機、紙飛行機が行ったり来たりしたいのもね、うん、あるので、より子さんの遊び心があって。ありましたね。きっと今回もね、そういう面白いシーンはあるかもしれませんので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思いますが、お、一番天然な人は誰ですか？篠宮組のじゃあ天然。います？います？篠宮結構難しいかもね。いや意外としぐれさんかも、まあ、確かに。いや僕はそう思ってますよ。え、みんなどうですか？僕は結構浩平さんってなんかこうなんか年上なのに選ぶらないし優しいし、うん、本当オーラが柔らかいそうからこうなんかポワンとこうたまにパンツも破っちゃうけど。確かにあれのせいだ。天然天然そこから来てんじゃないの。そうですね。でも隠れ天然、まあ、ね、周也はね、周也はなんか天然なイメージ、天然なイメージある。ザ天然ですね。あと女子で言うと、あのイリネ役のカノリ、リホニャンね。はい、リホニャンはじゃあ天然じゃ宇宙人、宇宙人だと思う。宇宙人だよ。俺めっちゃ好きなのが、あのリホニャンのエピソードで好きな2つあるんですけど、1個があのめっちゃ最後イリーナと僕が戦うシーンがあったんですよ、はいはい、第1弾で。で、あのちょっと離れてたんで、あのより子さんがね、あ、イリーナちょっとだけ近づいて、はいみたいな、もう距離言ったらもう太陽君ぐらいの距離の話です今ね、はい、でちょっとだけ近づいてって次開始したゲネプロの時、イリーナここにいたんですよ。俺いけるよもうみたいな、いけるけどもって言って、より子さんが後からイリーナなんであんな近づいたのって言ってた。私もびっくりしましたって言ってた。100ゼロ嘘でしょみたいな。あとね、盾の練習してる時もね、いや盾の練習面白かったですよね。より子さんがイリーナイリーナって言ってるのにずっと壁に向かってこうくイリーナイリーナ周りが気遣ってよりこさんがよりこさんが寄ってったよくてったねじゃあこうリクエストしてるときにはいなるほどわかりましたよりこさんえぐられるんじゃないかいやだからあれですよね、その要は集中したらすごい真面目にね、そこを見ちゃうっていう、そう見ちゃうから、ね、いやもう本当そんな人いるんだなと思って。まだ俺現場で一回も会ってないんで早く会って見たいですその現場。何が生まれるんだろうと思って。いや今回はね楽しみですよね。めっちゃおもろい、本当におもろい。いや果たしてイリーナは立ち位置をちゃんと取れるのか。すげえ。はい、結構オープニングシビアですからね。そうですね。楽しみですね。はい、というわけで、はい、では以上となります、はい、こんな仲のいい素晴らしい共演者のみんなで作り上げてまいりますので、舞台第2弾ぜひお楽しみに。この後はエンディングです。エンディング前の告知です。何それ。めちゃくちゃ貯めるじゃん。貯めましたね。いや出ました必殺告知。さあ、ロード59怒涛の展開区からの新情報お知らせコーナーです。はい、まずはコミカライズ情報です。
キャラクターデザインギドラさんによるコミカライズショートストーリーロード59新時代任侠特区夜凪任侠譚が4月の8日の雑誌月刊ブシュロード5月号に掲載されます。またただいま月刊ブシュロード公式サイトとロード59公式ツイッターにて一部先行公開中ですので、ぜひチェックしてくださいね。そしてロード59とアニメイトグラッテのコラボが4月8日より開催します。はい、よいよいよ、期間中は対象店舗にてロード59のキャラクターイラストを使用したグラフィックラテ&アイシングクッキーの発売を行っております。ご購入1000円ごとにですね、特典としてブロマイドを、ランダムに1枚プレゼントとなっております。さらに一部店舗ではミニキャライラストを使用したスタンディーポップとの、撮影もお楽しみいただけますよ。ぜひ商品と一緒に並べて撮影を楽しんでくださいね。また4月13日からは一部店舗にて舞台第1弾の舞台写真のパネルも展示開始予定です。こちらもぜひお楽しみに。はい、また響きラジオステーションにてゆつまかや役の川内美里さんと氷室鈴鹿役の南若菜さんがパーソナリティを担当するロード59新時代任侠特区お嬢の寄り道ラジオが毎週水曜日に配信中です。はい、またもう一つの番組、私柳バクト役の君沢優希と氷室翔役の砂川修也君がパーソナリティを担当いたしますロード59新時代ラジオトークもただいま絶賛準備中ですね。ぜひこちらもお楽しみに。これ本当に呼んでくださいね。え、呼んでくださいね。もうできんです。なんで何もしてないけどできんです。呼んでください、はい、そして、舞台ロード59新時代任侠特区ブルーレイが4月14日に発売します。初回限定封入特典には実写ブロマイドセット全4種のうち1種のランダム封入もありますので、ぜひチェックしてください。また本編ディスクとは別にバックステージ映像や前景映像などの特典映像が収録されたディスクも入った2枚組となっております。お気になるバックステージ映像の映像の見どころはこちらです。はい、はい、おお、はい、バックステージ映像には黒城組の裏切りのお弁当事件や千秋楽で起きた千秋楽だったんですね。あ、そうですよ。千秋楽で起きたしぐれ兄さんのズボンハプニングの裏側の様子も収録されています。すごいね、あれ抑えられてるんですね。見れるんですね。公演期間中のバックステージ映像以外にも映像以外にも稽古期間中の映像を含めた稽古場リコート映像も収録。これは柊木蓮華の工藤遥さんによる、稽古場リポート映像となっております。もう全部言うじゃないですか。全部言うじゃないですか。神に言ってるよ。はい、また映像出演の映像出演言えてたまた映像出演の青井翔太さんの、映像収録の模様の映像もあります。映像めっちゃ言うじゃないですか。書いてあるから、ね、マニュアル人間なんですいません。はい、そして、前景映像は舞台全体を引きのカメラで見られるので、本編映像ではわからない舞台上のキャストの動きをチェックできますよ。すごいですね。そして本編映像には千秋楽のカーテンコールの模様も収録しております。さらにこちらのブルーレイの初回生産分限定特典として2021年9月25日土曜日に開催されるロード59新時代任侠特区キャスト登壇スペシャルイベントカッコ仮のチケット先行抽選申し込み券も封入されます。キャストによるトークや朗読劇などを中心とした盛り上がること間違いなしのイベントをぜひお楽しみくださいということで、はい、ありがとうございます。はい、そしていよいよ4月15日より上演開始の舞台ロード59新時代任侠特区摩天楼夜桜構想の公演グッズ情報第2弾を発表いたします。おはい、見てください皆さん、これチケットケースにブロマイドケースです。おかっこいい、はい、かっこいいですね。僕らの、ね、各陣営のロゴがデザインされたチケットです、ね、入ってますね、はい、これをねお買い求めの上来てほしいなと思います。はい、さあ続いてこちらもどうぞ。パンフレット、パンフレット、ビッグブロマイドセット BBS
そう、ランナーブロマイドと RB こちらもございますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、さらに今回公演終了後にですね、ブシロード EC ショップの通販限定でビッグブロマイドも販売いたします。うん、こちらもぜひチェックしてくださいね。ビッグブロマイドセットはね、1000円なんで。そうなんです、はい、1円あるから、1000円なんで、みんな1円玉ちゃんと持ってきてねっていう。EC ショップの通販の、ね、あれだから、そうまあ1000一匹ワンちゃんね、覚えてもらって。あ、なるほど、勉強になるな。なるほど、恥ずかしい恥ずかしい、やめてやめて。はい、そして改めて舞台情報です。我々が出演する舞台ロード59新時代人気を解く摩天楼夜桜構想が4月15日から18日までカート神奈川芸術劇場ホールにて上演いたします。通常のお席に加えて前方シート、非売品グッズ付きのオロチシートもございますよ。気になる特典はこちら。ドドンデデン、はい、こちらですね、キャスト映像収録スペシャル DVD でして、オリジナルデザインマスクケー ス, ケース、オリジナルデザインサコッシュでございますよ。まあ、こちらね、あの特典のサンプルを本日お持ちいたしました。なんと、ね、なんと、あら、あら、こっち、高橋さん、こっちか、高橋さん、はい、こちらがマスクケースですね。マスクケースですね。ここにマスクを入れるんですね。まあ、こんな感じですよね。うん、あ、素晴らしい。開けて、はいはいはい、ドンと、うん、マスク入ってますよと。あ、こちらの第1弾のオロチシートの特定のマスクなんですけども、はいはい、おまあ、こうやって揃うとマスクケースなんだ。そうなんです。マスク以外にも、ね、使えますよね、はい、使えますね、確かに。いろいろ入れられる、思い出がいっぱい詰められる。確かに思い出がいっぱい詰められる。いや、ぜひぜひ、ぜひゲットしてください。はい、いや、いいですね、今回限定ですから。そして、はい、そして太陽さんが持ってるのが、はい、僕が持ってるのがサコッシュです。サコッシュ、はい、こんな形になっております。はい、はい、いいですね。シノノメ、白露、お、黒城、そしてフェニックス。発音いい、発音いい。フェニックスの人間か。土台文字が添付されております。なるほど。ちょっと一番かっこいいサコシの使い方してよ、ちょっと。え？一番かっこいいやつ。サイズ感も良さそうですね。太陽も大きいからね。いやいや、見えとらん、見えとらんのよ。首輪や、首輪、それ。ああ。背中にサコシ。はい、こんな感じ。使い方も自由ですね。ちょうどね、ちょうど。28センチぐらいです。太陽さん、手がでかい。手が大きい。なるほど。この他ですね、オロチシート特典としてキャスト座談会&コメント収録、映像収録 DVD も封入されております。はい、収録内容はこちらですよというわけで、はい、大ボリュームでございます。はいはい、楽しみですね。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、めっちゃ話しましたね、我々。めちゃくちゃ話しましたね。何話したか全然覚えとらん。まあ、その意味でもね、買って見てみるっていう、ね、なるほどね、はい、思い出しようで、いろんな人たちの、ね、組み合わせがある、組み合わせが面白いと思うんで、はい、面白かったですよ、普通にね。やっぱ京本さんとの対談はね、もう普通にいい時間、いや、めちゃくちゃ、本当に1時間番組ぐらいな感じでした、なんかね、なるほど。まあ、どんな内容なのかは皆さんね、ぜひぜひお楽しみください。はい、よろしくお願いします。そしてなんと、うん、公演終了後にキャスト登壇アフタートーク展開行くお花見会の実施も決定しました。お花見、お花見だ、すごいですよこれ。はい、4月17日12時半の公演のお花見会にはなんと今回生放送してますね、この4人がまた揃いますよと、はい、うん、だから今回はあの、ね、あの大人の目を気にしてネタバレのギリギリのライン攻めてましたけど、次は、うん、めちゃくちゃ話せますので、いや、もう話しましょうよ、うん、ぜひ、まあ、また楽しくトークしましょう。はい、カートの近くの公園かなんかでお花見会する。劇場内でやれ、劇場の中らしいです。はい、何飲みます？何買ってきます？はい、ね、このためだけに砂川くんが来てくれたりとか、としますから、はい、ありがたい話ですね。そしてそしてさらに、はい、ロード59お花見前夜祭スペシャル放送記念チケット受付の実施が決定いたしました。はい、このスライドまたは本番組配信ページの配信画面の下、動画説明欄に記載の専用 URL よりチケットをご購入いただいた方には、公演当日本日の出演者5人のキャストビジュアルを使用したポストカードを特典としてお渡しいたします。受付席紙はオロチシート、神器シート、どちらでも可能です。お申し込みは先着順のため、予定枚数に達し次第受付終了となりますので、ぜひお早めにお願いいたします。はい、そして
最後に本日の放送を記念したツイッターキャンペーンを行います。何何期間中にロード59公式ツイッターアカウントをフォローの上、応募対象ツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で3名様に本日の生放送出演者の5名の寄せ書きサイン色紙をプレゼントいたします。皆さんぜひ応募してください。応募してください。本日の放送記念ですから、はい、しかも5人の寄せ書きなんか初めてじゃん。初めてかもね。そうですね、初めてですよね。ぜひ皆さん、あの、はい、周りの皆さんもお誘い合わせの上ぜひ応募してもらえたらなと思います。はい、はいはい、以上ロード59怒涛の展開からの新情報お知らせコーナーでした。はい、早いものでして、間もなくそろそろお時間となりますが、はい、皆さんどうでしたか今日の放送は。いや面白かったね。面白かったですね。面白かったですね。こういう機会ね、なんかもっとやりたいですね。やりたいですね。たくさんこういうの、まあ、基本なんか俺たちのこう何あの稽古の合間とかもこんな感じじゃないですか。確かに、もうずっと放送されててもいいですよね、うん、もうずっとこんな感じなんで。確かに確かに、はい、確かに確かに嬉しいですね。で今日はね、あのコメントから皆さんも参加してもらってるということで、うん、はい、一緒に放送ができた感じもしますが、皆さんどうでしょうか。コメントでぜひ質問とか今日の感想ございましたら、ぜひまだ少し時間ございますのでお願いいたします。どうですか、何かありますか。楽しかったってみんな感じますか。ずっと放送してほしい。あっという間でしたね。高野菜もやりましょう。高野菜もやりましょう。もうみんなも好きね。確かに高野菜ありっすね。確かに、ありだね、うん、確かに。今回は舞台上からお花見をするということですから、うんうん、はい、はい、いや楽しい。絶対でもね、もう満足できる作り上がりになってますよ、はい、本当にすごいんで、はい、あっという間。お、みんな楽しかった。みんなすごい楽しかったって。みんなイケメン、はい、なんかもうこれだけなんか楽しかったって言われるとなんか嬉しいね。そうですね。嬉しい、ね、嬉しい、嬉しい。いやなんか本当に第2弾できてよかったなってこれからですけど思いますよね。うん。でまあ第2弾があるのって第1弾が成功したからって言うじゃないですか。はい。本当になんか嬉しいっすよね。まあでも本当こんなのはまだまだ俺らの成功の始まりですからね。お、お、およよ、まあ、本当に本当にまだ第2弾でしょ。そうだからこれ第3弾につなげるためにも、うん、今回そうですよ。本当に僕頑張ります。今回本当にあの本当に第3弾につなげなきゃ。いや本当に確かにキーマンですし、はい、もう本当いろんな多分伏線もね、うん、ありますんで、はい、楽しみにしてほしいなと思いますが、うん、さあコメントの方から何か質問等ございましたら。しぐれさんのハプニング楽しみにしてます。いやだからあれ奇跡なんだってみんな分かってる。いやでも奇跡は起こりますよ、2度も3度も。そっか、起こしてなんぼだよね、はい、やっぱりね。そうだね、千秋楽っていうのがすごかったんですよマジで。いや前回は初日でいいですよ。俺2日目にやろう。2日目言ってて本当になったらすごいですよね。いや飛ばしてきますね。すごいすごい。いや今回でも僕はしぐれさんはもうそんなズボンなんかかすむぐらいいいシーンがいっぱいあると思ってます、ね、ありがとうございます。もうかっこいい、ね、いや僕は個人的に本読んで、あかっこいいって思いました。しぐれさん確かに、はい、俺もかっこいいなと思いましたマジでできるかなっていうね。頑張ります、はい、今質問で、ユウトはまたブシロードを背負いますか。あこれはどうですかね。それも楽しみだね。どうなの。もう天の声さんこれぐらいは言ってもいいんじゃないですか。どうですかね。いやいいとこついてるねと言っておきますか。はい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 、もうネタバレしてるようなもんだ。はい、さあ本当に第1弾ありましたけど、第2弾はさらにパワーアップしたものをお届けできると思います、はい、さあ本当放送お付き合いありがとうございました。ありがとうございました、はい、では今後の展開を楽しみにしている皆さんに、皆さん一人ずつメッセージをお願いしたいと思います、はい、まずはしぐれさんから。そうですね、本当にこんな時期ですから、はい、お花見できてない方もいると思います。ぜひ我々と一緒に綺麗な桜を見ましょう。お待ちしております劇場で。はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。そうですね、今しぐれさんも言ったと思うんですけれど、お花見こんなご時世ですから、うん、なかなかできないと思います。なので僕もいっぱい外で桜の花びらをこうポッケに詰め込んで、こうみんなにパーッとパーッと巻く気持ちで、はい、参加したいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、はい、本日はありがとうございます。まあこうやってね、第1弾の舞台があって第2弾をやれるっていうのが、まあまずこうやって見に来てくださってる視聴者の方がいるからだと思いますので、まあ、その見に来てくださった皆さんの期待に応えられるように本当に今作頑張って作っていって、どんどんいろんなところに幅を広げてやっていきたいと思いますので、今後も応援よろしくお願いします。本日は
ありがとうございました。はい、はい、なれません役の前田誠司です。遅い時間までありがとうございました。いや、また第1弾に続きまして第2弾、今回ね、ロードの舞台を皆様にお届けできるということで、また皆さんと、素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。まあ、舞台ならではのこのロード59の世界を楽しんでいただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もうね、ご覧いただいた通り、もう本当に、素敵なチーム空気感でやっております。いろんな舞台ございますが、なかなかこういうのも本当に珍しいんじゃないかなって思ってます。ゼロからみんなで1を作って、今1を2にしてる最中でも、その2はもっともっと大きな2だったり、もう20ぐらいかもしれないですし、そういうものを皆さん一緒に劇場で、作ってくれたら嬉しいなと思っております。自分の全てをかける価値がある舞台が、これはロード59だと思ってますんで、ここにいるメンバーとまだまだもっといい思いをしたいと思いますので、ぜひ皆さん、力をお貸しください。そしてこんな面白いことやってるよって、ぜひ周りのみんなにちょっと紹介してください。で、今回は第1弾見てなくてもそれでも楽しめる第2弾になってますん できっと見たら第1弾も絶対見たくなるし、その後も追いたくなると思いますんで、今後は舞台だけではなく、まあ、コミカライズもしてますし、いろんな展開がきっとあると思います。みんなでいい夢を見ましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、という放送でございました。はい、皆さん、はい、言い残すことはないですか。はい、はい、お客様も皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。以上でロード59舞台目前スペシャル生放送、東雲組のお花見前夜祭は終了のお時間となります。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。まもなく始まります舞台をどうぞお楽しみにしてください。それでは皆さん、またね、バイバイ。劇場でお会いしましょう。お会いしましょう。劇場で待ってます。バイバイ。ただ不条理に重なる屍の上でずっと踊り続けよ。誰も傷つかぬ世界を手にするまで。Exterminate 世界を焼き尽くせ。Don't turn away。Mutates to the day.